はい、どうも、高弘です。今回はですね、割合で覚えておくと便利な寄せ鍋の出汁の作り方、これを紹介したいと思います。寒くなってくるとね、鍋料理なんか恋しくなるでしょう。その時にね、この寄せ鍋の出汁の割合を覚えておけばね、こうちょっとずつ調味料を足しながらね、味見なくてもね、一発で味決まりますんで、ぜひ覚えておいてください。じゃあ早速作りたいと思います。まずね、こう、お鍋用意します。普段家で使ってる鍋でいいですよ。ここにね、かつお昆布だし、これ、1.5 リットル注ぎます。次、ここに、みりん、150cc。次、日本酒、150cc。次に、薄口醤油が 150cc です。だし1500に対して、酒、みりん、薄口醤油が 150ml ずつなので、10対1対1対1になります。そして最後ここにね、塩。このちょっとでいいんです。この3本の指でつまんだ1つまみぐらいをパラパラっと。これでね、ちょっと味が締まるんで。10対1対1対1と塩が少々です。そしてね、このだしね、これ具材入れるとね、溢れます。ちょっと多めに作ってあります。なぜかというとね、途中でね、だしを飲んだりね、まあ蒸発もあるんですけど、減ってくるのでね、追い出しをするために少し多めに作ってあります。なのでね、これ具材入れる前にね、出汁を取り出してね、半分からまあ7割ぐらいまでの量にして、残りは途中でね、追い出しとして足していく、そういう風にしていただければいいと思います。あと最後ね、鍋の締めといえば雑炊、まあ一般的だと思うんですけどね、これぜひね、雑炊する前にうどん入れてください。このいろんなエキスが染み出たこの出汁を吸い込んでね、すごく美味しいんで。以上が割合で覚えておく寄せ鍋の出汁の作り方でした。